そうだね、私の大嫌いな言葉にね、面白いことないかな、何か面白いことないかなっていう言葉あるんですよ。で、これね、この言葉は私、そうだな、中学の時かな、小学校とか中学の時使ってたんですね。高校でも使ってたのかな。この言葉言うやつほどね、そう、何か面白いことないかなっていうやつほどね、最悪なやつはいないですよ。その何か面白いことないかなっていうのは他人任せなんですよね。そうだから、ほんとそういうこと言うやつ最悪です。いやでもね、そういうこと言ってたんですよね。何か面白いことないかな、本当に本当に面白いことなんて他人任せで湧いてこないですよ、絶対ない。自分がやりたいと思って挑戦したりとか、自分がやりたいと思って行動することが面白いことで、そのプロセスとかね、そのプロセスの後の達成してることとか本当に面白いことで、まあ心にも残ること、何年経ってもこう心に刻まれてることなんで、逆に言うと私本当学生時代そういうことしてなかったんで、全く面白いことをした印象がないです、自分で何かしらね作り上げたとか行動してやったことがあるんだったら、少なからずねちょっとぐらいね残ってるんでしょうけど、全くないですね。本当に他人任せだったんですね。